カゼインは牛乳やチーズなどに含まれるリンタンパクの一種、またはそれを原料とするカゼインプラスチックの略称としても用いられる。ラクソとも呼ばれる。カゼインは牛乳に含まれる乳タンパク質の約80%を占める。一般に乳固形分と呼ばれる成分の主要成分の一つである。その構成成分は単一のタンパク質ではなく大きく分けて、 下記の三種類に分類される。カゼインは、そのタンパク質を構成するアミノ酸のうち、セリンに由来する部分の多くにリン酸が結合した、リンタンパク質の代表的な例である。この特徴のため、カゼインは、分子全体として、マイナスの電荷を帯びており、カルシウムイオンやナトリウムイオンと結びつきやすい性質を持つ。牛乳中では、特に、 カルシウムと結合してカルシウム塩の形で存在し、結果として牛乳中でカルシウムの安定な運び屋として機能する。牛乳中においてカゼインはカルシウムカゼインリン酸複合体の形で存在しているが、この時カゼインのうちで特に水溶性の高いカッパ、カゼインの働きによってこの複合体はミセルを形成する。この結果、カゼインは一種の安定剤として 牛乳を均質なコロイド溶液にし、またその不溶性成分が積出することなく均質な状態を長期間保つ役割を果たしている。またカゼインは、糖電点である pH4.6 において放置することで牛乳から容易に分離することもできる。カゼインは人の乳汁においても同様に存在するが、人質においてはアルファカゼインの量が牛乳に比べて、 著しく少ないことが知られている。また、このアルファーカゼインは、ヤギ自治においても、存在量が少ないことが知られている。カゼインは、食品科学や材料科学の分野で様々に利用、応用されている。牛乳を飲んで牛乳アレルギー症状を起こす人の多くは、アルファーカゼインが原因であると言われている。そのため、現在では、乳幼児用などに、このアルファカゼインを減らした。 乳児用ミルクなどが販売されている。ありがとうございます。